昔は良かった。そんなことを妖怪たちが口にするようになったのは決して最近のことじゃない。人間たちが山を開き、海を乾かし、川を汚し、私たちの住みかはなくなっていった。大半の妖怪は妖怪であることを諦め、山を捨て人間に化けて町で暮らしている。私たちの周りでも人間の生活を取り入れて、テレビや DVD、 ましてやインターネットで人間のアイドルのライブ映像を見る輩まで減ってる気がします。もうこの村には妖怪たる妖怪などほとんどいなくなってしまった。私はそう思う。皆が変わっても、皆に馬鹿にされても、私は最後まで妖怪でありたい。保守的と馬鹿にされ、古典的と後ろ指を刺されても、私は最後まで妖怪でありたい。私には夢がある。私の命が尽きるまで人間たちに一泡を吹かせることだ。妖怪の理想郷を山に取り戻す。だから私はレインボーブリッジを封鎖するところから始めた。事件は会議室で起こってるのではなく、現場で起こってるのだから。お前めっちゃ影響されてるやん。新幹線 JJ アマちゃんカンクロー脳年方言ファンクロー、はたまた私はミクロー、それがエッジサミュエルエッド、100万光年の涙きっと枯れることはない永久のビート。日本の京都、自然と共存、理解を超える異常な現象。麓の村のケンちゃんが怖がり病とすぐ着火、メラメラ燃えると逃げ出す、あやかし天狗もカッパももういない。ひっそり立ってる一匹は一人ぼっちの大だらぼっち。日没麦風景をそこに起こすね。顔は赤く鼻は高く自称ハーフ、生まれ来たくハローワークで職を探す。時給930円、週休3日が最低限、募集要項大改定、日経経者も大歓迎、やる気のある天狗も通り過ぎ料理より急に空気吸い込んだまんまのジャンスウィー、枯れ木に花を探したり夜の中まで騒いだり、あるものは好きを洗い、あるものは旅人さらい、繰り返されるのはルーティンは当たり前のことを封じるな。妖怪業界ワンダーフォーゲル、目玉の親父の毛玉のセーター、猫娘はバージン小娘、砂かけババアは胸毛ボーボー、粉木一時は果てなき勢力、一旦木綿は一旦給食、ぬらりひょんの辛い表情、京極夏彦冬でも夏彦。風が日を過ぎ風景をそこに起こす、夢から覚めながら涙を拭うよ。雨が夜を賑わして水面に歌方の突き出てるね。マリリン、スウェットノート、ワールドワーク、余計大戦争、地球を知り合い、キル・ウィル・スミス、戦略地アリとキリギルス、ウィスキー、シエルが実写のワー、それは消えた足が顔、ハハ、I'm on fire right now, going higher。 姿は皆と違うけど、この村救い誓う今、みんなが僕らをいじめても誰にも見せず向かう理想。 Don't stop feeling、 手を取って Never say never。思い出は屈してはないなり、昔を語らなしした日、できれば人間と共存したいよ、この気持ちだけはよどみないよ、ここを未来を共にしたいよ、炎に焼かれた国に慈愛を、ここにない仲間たちも誇りたい、そこにも。学校の階段でワイダンしてる、テカテカ頭のテケテケが出した2000通の不幸の手紙で、紫ババアが色あせる、花子さんがクソしたトイレで口裂け、女が美容整形、超イケメンの人面犬を首なしライダーバイクで殺す。そのままでいたいなんて。
卒業ね、ほんとね。これでね、中学卒業したから俺らもね、立派なね、妖怪たちショットはね、認められるようになるんじゃないかってね。まあこれからだけどね、頑張っていこうね。まさかね、みんなね、一緒のね、妖怪第一工業高校に行けるとはね、思ってなかったよね。ほんとはね、3人これがでも一緒に入れるってね、嬉しいよね、やっぱり。嬉しいね。うん、ゆうちゃん？どうせ元気ないじゃん。あれ、ゆうちゃん、どうしたの？さあ、どうした？なんだよ、こんなことこのタイミングで言ってるか分かんないんだけど。どうした、俺は友達じゃんか、何でも言いなよ。うん、俺さ、うん、人間なんだよね。え、妖怪じゃなくて妖怪でしょ。うちのお母も親父も人間で、俺も人間なんだよね。ちょっと待ってよ、ヒュウちゃん、だって粉気じじいみたいな体型してるじゃん。粉気じじいみたいな体型と太ってるかもしれないけど、人間なんだよね。え、でも、え、ゆうちゃん、俺と一緒に人間驚かした時すげえ楽しそうにしてたじゃん。いや、その場のノリでなんか楽しそうにしてたけど、人間なんだよね。だってゆうちゃん、オジオズボーンに似てるじゃん。オジオズボーンに似てるかもしれない、それ太ってるかもしれないけど、人間なんだよね。オジオズボーンね。オジオズボーンか。そうか。でもさ、うん、分かった、ゆうちゃん言いたいことは分かったよ、うん、でもゆうちゃんがたとえ人間かもしれない、でも見た目は立派な妖怪だ。釈然としねー。